決めりゃ勝った。守れ、止めれば勝てる。さあラストチャンスだ。見える、感じる、動き出してるのは俺とこの3人。ゴールの匂いはこのスリーライン。俺のこの目と予知能力でゴールへつなぐ。このカウンターがラストプレイ。ボールを奪われたらゲームオーバー。このボールは死んでも渡すか。行けバチラ、お前の自由なドリブルで敵陣人数増やせ。警戒されてたか、ちぎれ。お前はいつもいいところに嫌がる。俺とお前で突破するぞ。ガンプカバーだ。中央に切り返した。俺をおとりにして自分で行く気かよ。読み通り、行ける。フィールドは俺が支配する。絶対に俺が決める。あの時俺の体が動いたのは、別にお前らを助けたかったわけじゃない。あのまま何もしないで勝つことより大事なものが目の前にある気がしたからだ。もう十分っしょ。重いんだよクオン。見えるか、あの頃の俺、あの時お前が信じたサッカーは今ここにあるぞ。行け。ディフェンスはあと2人、俺と国神でぶっ壊す。ここさえ突破すればあとはキーパーだけ。サンテス、俺の読みを聞け。最後の一つ、最高だバチだ。あとはトラップして流し込むだけ。いける。俺は、俺たちは、やっぱ君とはよく合うね。ゴールの匂いが消えた。なんでいいんだよこの怪物は。今君が一番このフィールドで危険な存在だね。どうする、ジャッジしろ。ボールの落下地点には一瞬俺が先につく。ボールに先に触るのは俺、つまり勝負は俺に。失敗したらゲームオーバーだぞ。ダメだ、ゴールのイメージが湧かない。フィールドの未来にたどり着いたのに、勝つ未来が見えない。君は俺に勝てないよ。黙れ、こっちの潔、俺に出せ。嫌だ、俺は俺のゴールで勝ちたい。俺のゴール、そうだ潔、思い出せお前のゴールを。そうか、そうだったのか。無駄が多い。俺の思考を止めていたのはトラップという選択。トラップする時間がフィールドの未来にいる俺を凡人にしてしまう。それじゃダメなんだ。これまでもそうだった。スピードもパワーもテクニックもない俺がブルーロックにいられるのは、俺のゴールド、最後のピースは俺のいる未来に誰にも。これが潔陽一の覚醒の瞬間だ。Keep on running, keep on running. 戻りたくなったら
て見たことがなければ急いでドラマチックだヤバすぎんだろカオスの極まり気もできないくらい忘れないでくれ運命論は無駄であがて開き上がりたらいい邪魔だ突っ込んでろくそ俺が負けた俺たちがレオまだ時間あるナギお前あと2点取ればまだ試合終了5対4でチーム Z の勝利ねえレオ本気で戦って負けるってこんな気持ちなんだね悔しいよあいつらマジで勝ちやがったおいゴン何やってんだお前も来いよいいよ俺はいいだろ勝ったんだし勝手に許すなヒーロー気取り裏切った罪消えてねえし俺許してねえしでもまあお前がナギを潰してなきゃ勝てなかったのも事実だしだからほら来いよ裏切りもお前のことは一生嫌いだけど裏切った件はこれでしまいだクソゲス野郎お前らももういいな勝手なやつだほら一緒に上がろうぜああ第5号棟全試合終了ただいまより一次セレクションの結果を発表します5チームによるグループリーグ総当たりの最終結果は1位チーム V11 名2位チーム Z11 名そして脱落する下位3チームの最多得点者3名以上25名をブルーロック第5号棟一次セレクションこちらこれぐらいでいいかな十分じゃね？あ、そうだ最後のパスサンキューなバチラお前がいなきゃ無理だった何言ってんのすごかったのは俺じゃないえ？わかるよ俺イサギのことなんか掴んだんでしょうん俺自分の武器とか才能に初めてちゃんと気づけた気がする空間認識能力で戦況を先読みできてもシュートの前にトラップすると先読みで得たアドバンテージがゼロになるって気づいたんだそれで自分のゴールを思い返してみて分かった俺はダイレクトシュートでゴールを決めてきたってことをこれまで感覚でやってたことを自分で理解して方程式にできたここからストライカーとしての潔与一が始まる気がするいや、ごめん。ちょっと言い切りすぎたかも。いい顔するね。エゴイエゴイ。エゴイ？これからもワクワクさせてよ。エゴイスト、イサギヨイチ。おう、お前もな。オープン！うっと！ほら、お前。お。お。俺の夢が。くそ！くそ！そうだった負けたらブルーロックから強制退場全部終わりなんだ勝ち上がりおめでとうございます お久しぶりですニコ僕も生き残りましたチーム Y の得点王ですおお、おめでとうあの試合君のゴールで負けて僕は目が覚めた自分を抑えてパスを出すのはやめて自分でゴールを狙うスタイルに変えました君のゴールがあったから僕はまだブルーロックにいる次は負けない君を潰すのは僕です俺がここにいるのもあの瞬間あの試合にお前がいたからだぞニコいつでも来いよ次も俺が勝つ。ムカつく。人気出てきたね、潔。ライバル何人目？
俺のゴールが誰かの夢を終わらせて誰かが戦うエネルギーになってる。もっと勝ちたい。もっと。お待たせ。あ、それが終わるまで待ってろ。お前らみたいな底辺のガリヒョロもやしともに体力作りさせてやるんだから、ありがたく思え。ターコ、自分らが底辺だと自覚しろ。あとスプリント8本。おい大丈夫か潔くん。ただいまをもちまして一次セレクション終了となりました。クリアした者は速やかにプロジェクトスイッチの各棟地下中央エリアへ集合してください。繰り返します。遅えんだよクソ野郎が。あと1日遅かったらブルーロックごと破壊してたぜ。同感だ。いい生活してやがる上の奴らの地位も奪い取ってやる。シャオラナムさん、ランキング上位がなんぼなもんじゃい。やっとボールに触れる。二次セレクションが始まる。絶対勝つ。行くぞお前。自分たちよりも上位ランクの奴らでも全然ビビってない。むしろ試したい。俺の力を来い。全員ぶっ潰してやる。始めてくれよ。もうちゃんと強くって。あれが他の塔の奴ら。あれ、なんかヘトヘトじゃね。チーム W237 位。は、あ、じゃあチーム X なんだこれ。いやいや、才能の原石どもよ。フィジカル強化トレーニングお疲れ。察しのいい人間は気づいていると思うが、この中には1、2、3、4号棟から来た人間はいない。つうかブルーロックには5号棟しか存在しない。お前らは全員自分たちが最底辺と思い込み、バカみたいに必死こいて一次セレクションを戦ってたんだよ。うわ、マジかよ。ふざけんな。騙してたのか。ああそうだ、全てはお前らのクソぬるい自信をぶち壊し世界一になるためのハングリー精神を育てるために俺が仕組んだからくりだ。なんだよそれ。俺らはお前のおもちゃじゃねえ。バカだ。その発言がぬるいって言ってんだよ。いいか、例えばノエル・ノア、現在世界最高のストライカーと称される彼はフランスのスラム街で育った。犯罪と貧困の中で彼にとって自分の運命を変える術はボール一つ、比喩でも何でもなくサッカーだけだった。世界にはそんな境遇で育ったストライカーが